皆さんこんにちは、青木高校の浦目と無地と山形とポプラといぶきです。なんだか見慣れない感じのメンツになっておりますけれども、なんだい、このメンツでちょっと動画を撮っていくんですけれども、青木高校と結構クイズとか苦手なんですよね。クイズ企画系は結構あまりちょっと相性がよろしくなくて、そうか、そうなんだ、メンバーによってバカさんと頭のいい人たちの結構差がはっきりしちゃうから、メンツ並んだ時点で結果見えちゃうのまあでもね、せっかく動画撮るんであればいい勝負したいじゃないですか。だから、今回はスマホでカンニング早押しクイズ、をやりたいと思います。なんだそれ、していいの？これどういうルールかって言いますと、さすがにちょっと調べないと答えが分かんないだろうなっていうクイズを10問ほど皆さんのためにご用意しましたので、皆さんはですね、スマホを駆使して正解を早押し形式でお答えいただけるとよろしいですか？なるほど。そう、1個だけ禁止事項があって、画像検索をしちゃうとね簡単になっちゃうので、画像検索だけはしないようにお願いします。わかりました。はい、わかりました。やってみた方が実際早いですかね。そうですね、はい、早速ですがやってみましょう。はーい、はい、というわけでじゃあ皆様ご準備よろしいですか？はい、はい、早押しだからね、あの目の前のピンポンやってね、分かったらピンポンですよ。はい、じゃあいきます。最初の問題こちら、次の画像の名称を答えなさい。出てるこれおお、はい、おい、いぶき、バッククロージャー正解です。よっしゃー、早いね、かっこいい。おい、おい、なんて調べた？パン止めるやつ。おいすごい、バッククロージャーね、いぶき1ポイントね。これはまだ簡単な方なんだよ、初めの方だから。こういう感じなのね。次の面だよ、こちら、次の画像の名称を答えなさい。なんかちょっと難易度上がりすぎだね1問目からちょっと全然わかんない。でもなんか見たことあるよ。調べないと出てこない。ほら、ムジナを見てごらんなさい、この無言で接触しちゃって喋れよだって勝ちたいんだから、ムジナは。確かに確かに。え、誰だ、無事のモルック。お、正解。モルク、何それ、なんで調べて出てきた？ボーリングキーで調べた。次の問題はこちら、次の漢字の読み方を答えなさい。こんなのそのままさ入れたら出んじゃない。あ、イブキなんで、なんで、どうしたよ、なんで。はい、どうぞ、いぶきさん。すいませんね、早くしゃべれよ。アクセク正解です。やばい、ポプラちゃんの今の得意げな顔をどうすんの。かわいそうだよ。そうだよ。そのままこう横並びで調べれば出てきたのかな。そうですね、ちくしょう、反射神経が劣っていたね、今はね。おい若いんで、マジオリティーてのか。まあ次頑張っていただいて、いぶきが2ポイントになりましたね。強くない。次の問題はこちら、次の国の名称を答えなさい。あ、あい、あ、え、早っ。ネゴ先輩どうぞ。アゼルバイジャン正解です。なんて調べたんですか？え、赤青緑月国旗。おー、ムジナ1ポイント、ネコ先輩1ポイント、イブキが2ポイント、ポプラ0ですね。おー、次の問題いきます。次の画像の名称を答えなさい。なんこいつ、これ何、豚なんだろうね。某アニメで見た気がする。はい、ムジナさんどうぞ。バビルサ。はい、正解です。何こいつ、なんて調べた？イノシシ角で調べました。あ、イノシシ角で出てくんだ。次いきます。次の問題はこちら、次の画像の名称を答えなさい。ちょっと待って、見たことあるこれ。はい、いぶき、カリンバ正解です。たまに極めてる人いるんだよね。そうなんだ、そうそう。え、うち似合うよ。次の問題はこちら、次の画像の名称を答えなさい。なんて調べるの、これってなんて言うんですか？それを当てるゲーム。難しすぎる、無理やったな。ブス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 クサ言わずに、はい、さっさと調べてください。ヒント欲しいっすね。ヒントは微生物。はい、猫先輩。勲章も惜しい。不正解、不正解、不正解。惜しい、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 惜しい。え、頑張れ頑張れ頑張れ。はい、猫先輩、琵琶勲章も。これなんて調べて出てきました？勲章も自体が微生物、緑、トゲトゲで、おいっちゃん近いやつを探して、はい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 、勲章もから琵琶がつくのはね、
勲章も調べて帰らないと無理やった。あ、なるほどね、はい、いやいや素晴らしいね、黒先輩偉いですね。はい、ちなみにこれは微生物一覧とかで調べると一発で出てきてました。はい、じゃあ次の問題に行きます。次の画像の名称を答えなさい。なんだこれ。なんだこれ。え、お、いぶき早い、早っ。どうぞ。ノイシュバンシュタイン城。うわ、正解。わかんないよ。なんて調べて出てきました。調べたというか、分かってたんで確認して答えました。おお、素晴らしい。何のこと言いそうないんだって先生。おかしい。ラッパーさん頑張ってくださいね。次の問題はこちら。この画像が表す言葉を答えなさい。いや、絶対やと思った。モールス信号むずいぞ。これはもう気づいたもん勝ちだよ。気づいたもん勝ち。おい、プワッパープラさん、春雨恨め。あの、脊髄反射で答えのやめてもらって。違います。なんで気づいたもん勝ちって言っちゃう。気合で行くしかない。はい、いぶきさん、青霧高校。ブブー。はい、ちゃんと調べてやってくださいね。無理。そうだよ、調べなさい。え、ツイッター開いちゃった。え、なんで。あの、授業中に SNS やんのやめてくださいね。これかな。はい、はい、山黒さん、え、キズナアイ。正解。ちゃんとやるとね、出てくるからね。そうさ、真面目が一番さ。ちょっとポプラさんやばいですね。怖い。次の問題で最後の問題になるんですけども、ポラでちょっと一旦 J の点数を見ておきますか。ムジナ2点。おお、はい、優秀。ネクロ3点。優秀。いぶき4点。うわー、すごい。以上です。呼ばれてないよ先生。よくないよ。あ、そうだ、ぷわぷわさんいましたね。ぷわぷわポプラさんに0点でございます。ねー、おかしい。次の問題で最後になっちゃうんで、青霧高校クイズ企画あるあるやりたいですか。いや、それやるでしょ。ないとモチベ上がんないよ先生。そうだよね、うん、そうだよね。じゃあぷわぷわさんのモチベが上がるために、じゃあ最後の問題こう。最後の問題なんですけど、画像ではないです。難易度かなり高め。頑張ってくださいね。はい、最後の問題はこちら。この曲の名称を答えなさい。あー、聞いたことある。 BGM でよく使われてるやつじゃん。ねえ、聞いたことある。はい、うわー、調べ方が分かんない。クラシック。これ聞いたことはありますね、皆さん。ある。いや、めっちゃある。無事な、わかった。おい、お前スムシやないか。聞いてなかったんだよ。聞けよ。聞いてなかったんだよ。違う、これ。はい、はい、なんだっけな。片っ端から聞いていく作戦を取っている人たちがいますね。違う。皆さん、はい、これは調べるの簡単ですよ。ヒント欲しい。欲しいです。いいや、まだいらないね。あ、そう。ちょっと待って。分かった、じゃあヒントね。はい。これ YouTube でよく聞きます。これじゃないよね、君。ショートで調べるよりも、うん、あ、ポプラ。はい、はい、山の魔王の宮殿にて。正解。やったー。やったー。すごいすごいすごい。どうやって調べた。いや、私、知恵袋で見たことあんの。視聴者が青霧のショートのこの BGM 何ですかって質問してるのを見かけたことあったから、思い出して検索したの。出た出た。すごい。ザコザコザコ。一問だけ。さっきはゼロポイントだったのに。こざかないで。じゃあ点数発表いきますか。ムジナ2点、ネクロ3点、いぶき4点、ポプラ5点。でかすぎ。でかすぎ。最後に勝ちゃいいんだよ。いやー、5点かっさらっていったポプラさん、じゃあちょっとあの、どうぞ感想の。え、気持ちいい。やだやだ。ありがとうやだ。ありがとうね。新人たちも青霧高校のクイズ企画の難しさを分かったと思いますので、はい、こういうことが起きるんですね、青霧高校のクイズ企画っていうのは。というわけで、青霧高校の浦目とムジナと山川だった。ポプラといぶきでした。ありがとうございました。私たちは